ガラスの天井とは、資質、実績があっても、女性やマイノリティを一定の職員以上には、昇進させようとしない、組織内の障壁を指す。女性やマイノリティが実績を積んで昇進の階段を、登ってゆくと、ある段階で昇進が止まってしまい先へ進めなくなる、現象を、目に見えない、ガラスの障壁に阻まれている様子に例えた表現。当初は、企業、 政府機関で働く女性に対して用いられていたが、現在は男女を問わず、マイノリティの地位向上を妨げる観光に対しても、象徴的に用いられている。また企業だけでなく学術、スポーツの分野、政治の世界で、指導的立場につく女性が少ないことにも、しばしばこの表現が用いられる。アメリカの企業コンサルタントだった、マリリン・ローデンが1978年に用いたのが、 英語圏での最初の使用例とされる。その後、ウォールストリート・ジャーナル氏が1986年3月に掲載した女性の昇進を阻む企業文化に関する特集記事などでこの言葉が取り上げられて注目を集め、広く一般に用いられるようになった。1991年にはアメリカで公民権法の修正が行われた際に、 ガラスの天井委員会グラスシーリングコミッションが議会に設置され、アメリカ国内の女性の労働環境について、広範な調査が行われた。同委員会は1995年に最終報告書を発表し、この中でガラスの天井を目に見えないが打ち破ることのできない障壁で、資格や実績があっても、女性、マイノリティをキャリアの階段の上層部から締め出す役割を果たして、 いると定義したこの定義は女性を含む活発な労働力が経済成長に欠かせないとする立場から国際労働機関が参照して様々な労働実態調査を行う際の指標としたためガラスの天井に対する問題意識が世界各国へ急速に広まることとなった米国における 同一の教育レベルにある男女についての収入格差1980年代以降のアメリカでは労働人口に占める女性の割合が急速に高まった。国際労働機関が2008年に行った調査ではアメリカの就業者全体に占める女性の割合は46.7%に達しており、労働市場において女性は男性と数量的な平等をほぼ達成するに至っている。 しかし上級管理職に就任する女性は限られており、アメリカの有料企業500社で役員会メンバーに女性が占める割合は約16%に過ぎず、女性の CEO は500人のうち21人に過ぎなかった。こうした現状が一方では社会平等に反すると考えられたこと、また一方ではこうした状況を放置すると女性の就労機会を阻害し、結果的に 経済成長を妨げる要因になるとする危機感が高まったことなどからアメリカでは様々な対策が講じられるようになった。その過程で行為の管理職への就任だけでなく広く男女間の賃金、待遇の格差も注目されそうした格差の存在を可視化する様々な試みが行われるようになった。世界経済フォーラムによるジェンダーギャップ指数ジェンダーギャップインデックスイギリスの エコノミスト氏によるガラスの天井指数グラスシーリングインデックスなどがその例である。なぜガラスの天井が多くの組織に存在するかについては様々な理由が指摘されている。アメリカについて行われた調査では、昇進認定の手続きが不透明でごく一部の幹部によって決定されていること、男性幹部のインナーサークルに女性がアクセスしづらい傾向にあること、 などが偏った判断をもたらす要因に挙げられている。日本の企業や政府機関で同様の現象が際立っていることは世界的に広く知られており、蒸気、ガラスの天井指数によれば2017年の段階で調査対象29カ国のうち日本は韓国と並んで最下位に位置している。また2019年のジェンダーギャップ指数では、 153カ国中121位だった。一方で、日本でも2000年前後からは、海外の動向を受けて、女性の就労環境改善が政治目標に掲げられるようになり、1999年には男女共同参画社会基本法が成立、2001年には内閣府に男女共同参画局が設置され、男女共同参画白書が毎年刊行されるように、 なった。2003年には社会のあらゆる分野において2020年までに指導的地位に女性が占める割合を30%とする目標が閣議決定された。しかし2020年に帝国データバンクが国内の約1万戦車を対象に行った調査では課長相当職以上についている女性管理職の割合は7.8%にとどまっている。 政府は同年12月実態が目標に遠く届いていないことを認め女性管理職30%を2020年代の可能な限り早期に達成すべき目標などとする第5次男女共同参画基本計画を新たに閣議決定した。ありがとうございます。